はい、コジュンです。さあ今日はですね、私の恋人トライアンフのボンネビルスピードマスター 1200cc にまたがってですね、横浜の空と風をお届けしたいと思います。首都高の湾岸線に乗りましてですね、向かうは東京方面。あー、まずねこれ見てください、この太陽たまらんです。今日はね、もうほんと風も穏やかで、雲もなく、そして車が少ない、もう最高でございます。もうやっぱりね、高速道路に乗ると何がいいかって、高い位置からね、こう下界をねちょっと見下ろす感じになりますから。来ました、ベイブリッジでございます。向こうに見えるのは横浜の摩天楼。やっぱり都会のビル群を高い位置から見下ろすと、なんかこう癒しの効果がすごいありますよね。いやー本当にね、これね、ベイブリッジはね、もう両サイドこう海でしょ、でもう空がすごい、バイクだからこう広いでしょ、もうこれたまらんのですよ。これね、これ感じるともうバイク乗りはやめられなくなっちゃうんですよね。そう、もうあのどんどん車にね追い抜いてもらって、トコ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 これ走ってんですよ。スピード出すとね、もったいない。若い人はねバーッと行きたいんでしょうけど、私はねこうおじさんなんで、こうねトコトコ走りながらこの風を感じる、そしてねこの風景を見ながらね心を癒していく。いやーもう本当にこれね、もう心の栄養なんでございますよ。もうあの高い山からねこう下界を見下ろす感じに、まあ、同じじゃないんですけど、でもまた違う意味ですごいねこの爽快感があるわけでございますよ。でね、このベイブリッジを抜けるともう一個ね、これ何ていう名前、翼橋だったっけかな、名前よくちょっと分かんないんだけど、これをもう一個ね、あの橋があるんですよ。これをまあ通り抜けて東京方面へ向かうわけであります。いやーほんとね、もう寒い時はね乗れないですからね。このぐらいもう天気が良くて車がいない時っていうのはね、もうそうそうお目にかかれないですね。いや見てくださいこれ、わかります。まあ、風をお届けできればねいいんですけどね。はいはい、あれね、石油化学コンビナートね、これまっすぐ直進してと思ったら捕まっちゃったんですよ。ドドン、まあまあ渋滞でございますよ。もう車のあの皆さんはねこれほぼ止まっておりましてですね、でもね私バイクなんでこうやってねスーリスーリとこうすり抜けていくわけですよ。トロトロとね、隙あらば行けっていう感じで、まあ、これね車に乗ってる人からするとうぜえなぁと思うんだろうね。すいませんね、はいはいはい、トンネルはこのありさまでございます。この2車線だけ詰まってて、一番もう左がスイスイなんですけど、こうやって足をつきながら、ここ気をつけろ、ミラーこするのよ、慎重に慎重に、はい、後方確認をして突きあらばゴー。そうそうそう、これも本当にこういう時ってこう渋滞のラインに並んでるともうイラッとしますよね。なんだちらついてんだよみたいなね。そうそう、で実はねこれね、今ね側道に入って、真ん中から側道に入って行くんですけど、これあの千葉方面に抜ける側道なんですよ。湾岸線からねアクアラインに抜ける、これがね休日になっちゃうともう本当にここ一車線でもう詰まっちゃうんで、それがね渋滞の原因なんですよ。で私はそれを横目に、はいはい来ました、私大好きなこれ、ここね川崎線、もうここ本当に最高。いやー見てください、これ本当に遮るものも何もなく、また海ですよ右手。そう実はあれね、羽田空港のパーキング、これこの大きい建物群、そうね、そう羽田空港なんですよ。でねこれあのタイミングいいとね、希望を乗せた飛行機がね飛んでいく、そしてこれ左側はね、これもうあの高度成長期をあの支えた日本のこう屋台骨、京浜工業地帯のね中心地だった川崎のね重工業コンビナート群ですよ、ね、結構ねいい匂いもするんだな、ここ走ると、ね、空は遮るものもなく、匂いとそして海に挟まれて、うー魅惑のドライブは進みます。これほんと最高、もうかっ飛ばしておりますってわけじゃないですよ、これあの早送りなんで、制限速度を守ってちゃんと走っております。スピ
ピード出しても今ねガソリン高いですからね、めっちゃ高いです。もうハイオクもう180円近いですからね、一時もう150円ぐらいだったんですけど、まあ、あれよあれよという間にこんなになっちゃいました。そう今ねストレッチしてます。これねバイクがねずっとね同じ姿勢なんで、やっぱね腰とかね肩とかね、まあ、だんだん固まってくるんですよね。もう私こう見えても一応ダンサーなんで、もうなんかね固まっちゃうの嫌なんで、実はもぞ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 しょっちゅう動いてるんでございますわよ。いやーもう本当に大好きなこの川崎線もかっ飛ばすんですけど、いやかっ飛ばしませんよ、制限速度守ってますよ。でもねあっという間に終わっちゃうんですよね。で終わってどこに行くかっていうと、はいまたこれね首都高のね横羽線に戻ってまいりました。これはね東京方面からね横浜方面へ向かっている横羽線なんですけど、はい見てくださいこれ、これ気持ちよさそうですよねこのツーリングの2人乗りね、いいなっていうか、あれ高速道路ってバイク2人乗りできるんだっけ。誰か私の後ろに乗ってください。バイク乗り慣れてない人はね高速道路の後ろがちょっと怖いと思うかもしれないですよね。さあここでまた私がね進路を変えまして、実はまたねこれベイブリッジに戻っていく速道でございます。そうなの、これ実はねこれサーキットラインでもうぐる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 何周でもできちゃうんですよね。私ね最高3周したことがあります。まあちょっと飽きたんですけどね。でこれねちょうどこの速度ベイブリッジに向かう速度、横羽線からの速度で結構風が強いところで、まあまあね路地のトラックが多いんですよね。でこれ今ちょうど大黒ふ頭あたりのねカーブに差し掛かって間もなく合流しました。はいベイブリッジ、これ逆サイドからのベイブリッジですよね。ちょうど今走ってるのがねコロナの起こりの時にねダイヤモンドプリンセスがね停泊してたあたりなんですよ、ここね。ちょうどいやーそれにしてもこうでしょ、わかる。いやこの風がお届けできないのがねもう本当に残念、本当心地いいんですよ。はいどうぞどうぞ抜かしてください、どうぞどうぞ。いやたまりませんね。海を見るとホッとするというかね、高い位置から見てるからいいんでしょうね。あーちょっとでもお伝えできてるかしらこの心地よさ、ね、あなたと行きたいツーリング、いつもだいたい私ねソロツーなんですよ、ソロツー、ソロのツーリング、ソロツーって言うんですよ。そうまあ誰かと言ってもいいんですけどね、実はね一人でこうやってね気ままにね走ってるのが大好きなんでございまして、はい、でベイブリッジを降ろしたらさあさあサーキットの終焉、港未来方面へ、今度は、横浜から東京方面へ向かう横羽線のね港未来出口へ向かっていく速道なんでございます。さあこのねここを抜けるとそうもうあっという間に出口でございまして、はい港未来の出口に出ました。あー下界におりました、みなとみらいのビルがお出迎え。さあどうだったですかね、ちょっとでもすがすがしい爽やかな気分になれましたでしょうか。ということでお付き合いどうもありがとうございました。ではまた、チャオ。